はい、どうも、さとちゅんチャンネルでございます。今日はですね、ニューロモバイルのゼロシムについてね、ちょっとお話ししたいと思います。去年の12月から、ゼロシムの、販売方法が変わりましてね、ちょっと前まではね、ゼロのつく日、だから10日と20日とか30日とか、この日じゃないと申し込みができないよという話なんですが、現在はですね、毎月の枚数制限をかけて、その枚数までなら申し込みができますよというスタイルに変わりました。本日は、今動画撮ってるのは1月の9日土曜、月曜日なんですけれども、今月の残り枚数だけでもね、4742枚あるということになっております。だからまだまだね、募集はしていますよという感じなんですね。で、そのゼロシムなんですが、最近ね、通信速度が遅いってね、結構評判なのかな、あんまり良い評判ではないんですけどね、なってますけども、それでもね、すごく根強い人気があるんですよ。それはなんでかっていうことでね、お話ししたいと思います。これでもやっぱりね、ゼロシムってメリットがあるんですよ。まずはね、データ通信シムとして考えてみましょうかね。私はね、データ通信シムで契約してるんですけれども、基本的にはね、軽いウェブブラウジングまでいかないかな。LINE とかメールとかが中心ですよね。使うとなったら。あとはせいぜい歩数計とかぐらいかな。あとスマートニュースも見ないかな、あんまり。っていうような、使い方で、主に使うのは、IP 電話とかね、メールとか。の最低限の連絡手段のために、スマホ0円運用ということでね、使っております。そういう使い方ができる。もうデータなんか別にね、遅くても構わないわけですよ。このゼロシムっていうのは500メガバイトを超えると、課金されていくわけなんですけれども、100メガバイトずつ、100円ずつ課金されていきます。で、マックスで、5GB までは使えるのかな。ただ現実的にはね、この通信速度で 5GB 使うのは至難の業かと思います。500MB を使い切るのもね、難しいんじゃないかなと思いますけどね。ほとんどね、データ通信は Wi-Fi 運用で使って、それ以外のスマホの維持のためにね、ゼロシムを使うというのがね、データ通信シムの賢い使い方じゃないかなと思います。これがあればね、もうずっと0円でいけるわけですから、非常にお得なわけですね。はい。で、次がですね、この他にも、SMS 付きが150円、それから音声通話付き700円あるわけですか。これを契約するのは意味がないよねって思われるんですが、実は意外とそうでもないかもしれません。っていうのは、例えばね、SMS があったら、LINE の承認とかね、Google アカウントのセキュリティを強化するように使ったりっていうことができるわけですよ。で、SMS をデータ通信 SIM につけるということになるんですが、例えばね、A 社のデータ通信 SIM を使ったとしてですね、やっぱりやめたとなった時に、SMS の番号も変わっちゃうわけですよ。それちょっとめんどくさくないですか。だから、ゼロシムで毎月150円だけ、その SMS の運用のためだけに使って持ってると。そうすれば、どこの通信会社に変わっても、SMS の番号はね、同じなんですよ。これね、要は音声通話 SIM にも言えることなんです。音声通話契約するとですね、通信会社変わったら MNP を使えばね、同じ電話番号引き継ぐことが可能ですよね。でも意外とそれってすんごい手間がかかったり、あとはちょっと確か変更の手数料とかも結構かかるんじゃなかったかなと思うんですよ。SIM カード、データ通信の会社が変わるごとに電話番号が変わる。特に格安 SIM って縛りがない分気楽に通信会社をコロコロとどっか引っかえする傾向にあるんで、その都度ね、MLP で転出するのってすごく面倒だと思いますよね。で、そういう時に、このソネットのゼロシムを電話番号専用として運用してて、データ通信が会社は、コロコロ好きなところを切り替えると。で、簡単に切り替えることが可能になるわけですね。
特に最近はですね、こういうの、SIM フリーのスマートフォンとかでも、こういうやつね、SIM カードが2枚刺さる、デュアル SIM っていうのがあるんですけども、最初のモデルはね、デュアル SIM のシングルスタンバイ。だからこう SIM をこっちに切り替えたり、こっちに切り替えたり、こっちに切り替えたりって、こう手動でやんなきゃいけないんですけども、最近のモデルは結構デュアルスタンバイのモデルがよく出てんですよ。こういうデュアル SIM スロットがついたモデルでも、デュアルスタンバイというのが可能なわけです。それは何かって言ったら、片っぽは音声通話 SIM を機能させる。で、片っぽはデータ通信 SIM として機能させるという使い方が可能なわけです。このね、ゼロ SIM を組み合わせて、0円で電話番号は運用して、で、データ通信はどっかこう好きな会社ね、その時にあったものを、まあ、この好きなタイミングで切り替えていくというような使い方をすれば、MNP の転出も楽で、費用も最小限に抑えることが可能なわけです。こんな感じでね、あのニューロモバイルのゼロ SIM をうまく活用すればね、なかなかね、あの効率よく、運用できるんじゃないかなと思います。そんなわけでね、このゼロ SIM、通信速度がね、遅くなってもなんで未だに人気があるのかというような秘密、こういったところにもあるんじゃないでしょうかね。